もう少し待って。ごめんね、空。椿、待ってる？私たちのこと待ってるかな？どう思う？空。椿もあそこで一人だもんね。じゃあ帰ろう、椿のところに。空、空は何も心配しなくていいよ。大丈夫だから。行こう。笑った？うん。この線ミスプリ？静止衛星から送られてきた画像データだよ。通信できたんですか？ほんの一瞬だ。それを見ればわかるだろう。データのやり取りができた時間は2ミリセカンドだ。
電波食いの包囲網は高度30km まで。つまり成層圏を超えれば電波は食われない。ソラが言ってたやつね。成層圏超えられないって。物理的にはな。だが今電波食いの包囲網には穴が開いた。この静止衛星に大空への軌道修正命令を中継させる。つまり私たち成功したってこと？まだだ。通信可能時間が短すぎて今はこちらからオーダーを送れる状況じゃない。静止衛星が送信し続けている画像データを一瞬受信できただけだ。あと7日、それまでに静止衛星に必要なプログラムを転送しきれるかどうかは。まあ賭けとしてハイリスクなのは間違いないだろうな。でもハイリターンだし。というかこれしか方法がないんだから有り金突っ込むしかないわけでしょ。僕たちはそういうことだ。もう考えて判断ができる領域は超えている。ただお前たちのラジオ放送が電波食いに穴を開けたのは事実だよ。人工場と目に見えて減ったもんな。シャワー浴びる。椿、タオル借りるね。あ、行っちゃった。挨拶もしてくれなかったね。ああ、二人は面識あったの？一緒に服買いに行ったんだよね。服？あの子と？四人でね。四人？もう一人誰よ？なんでお前？喧嘩でもしたの？お兄ちゃん。というか、もしかして話した？ラジオと人工場とのこと。気づいたのかもな。一民の地下データの中身を私は知らない。だがどう考えてもそれは人工場と関連のデータだ。これだけ鳩が減ってるんだ。何かを調べ始めてもおかしくない。お兄ちゃん、かぐやと最近会ってた？何か変わったことなかった？っていうか、なんか泥だらけじゃなかった？あれは平常運転なの？お前、何か知ってるのか？転んだのかな？転んでもあの汚れ方しないでしょう。お兄ちゃん？
墓？なるほど。それで最近泥まみれで帰ってくるんだな、あいつは。私たち正しいことしてるよね。だってさ、人の命がこれで助かるかもしれないんだもんね。いくつ人工鳩が動かなくなったって、絶対今私たちが正しいことしてる。そうだよね。どうだかな、正しさなんて立場が変わればすぐに揺らぐんじゃないのか。でも私はアキナに賛成だよ。だってお兄ちゃんの命の方が人工鳩より絶対大事だもん。ただの機械じゃん、人工鳩なんて。私たちにとってはな、かぐやにとってはどうなんだろうな。誰にとっても機械は機械だよ。ねえ、すっごく嫌なこと言ってもいいかな。あの子にとってそんなにあの人工鳩が大事ならさ、交換条件にしちゃおうよ。だって大切なんでしょ、あんなにたくさんの人の命を奪っていった人工鳩を殺してほしくないんでしょ。お墓まで作って。落ち着け。はい。人工鳩を減らすのは今の私たちの目的じゃなくて手段でしかない。私たちの目的は大空をこの場所に落とさないこと。もうこの場所で人の命が失われないようにすること。空を助けること。そうでしょ。うん。私たちの目的は電波食いが終われば絶対に達成できる。その方法をあの子は知ってる。そして私たちには今あの子の大切な人工鳩を奪う力がある。うん。じゃあ使おうよそのカード。だってずっと奪われっぱなしなんだよ私たち。空を助けるために少し汚い方法を使ってもバチは当たらない。まあそんなに汚い方法でもないと俺は思うよ、コスモさん。俺にとっても空は大事な友達だ。悪友と言った方がいいかな。だからコスモさんの言ってることを汚いとは思わないよ。私もあの子が知ってる方法がうまくいかないなら今まで通りラジオを続ければいい。私はどんな妨害にあってもラジオはやめない。だから人工鳩は絶対に減っていく。頼もしい限りだな。空が言えないなら私が言うよ。あの子に罪はないかもしれないけど、私
かを失ってから後悔するの嫌だから。ソラ、まだいる？水木とコスモ明菜が選んでくれた服、私山梨水木だけど。お前、あれ、ねえ、もしかして、何？ソラもメガネ作る？お兄ちゃん。それで挙動不審だったのね。なんか変だと思ったよ。コスモ明菜、山梨瑞希、久しぶり。さっきいたんだけどね。はじめまして、大石丸尾です。石丸で通ってますわ。元電気屋の息子のベーシスト、イケメン、よろしく。今は何屋さんの息子なの？あ、いや、元電気屋の息子。今も元電気屋の息子。イケメンの
石丸。ああ、うん。椿、山梨瑞希、コスモ明菜、イケメンの石丸。ああ、そうなんだけど、毎回言わなくてもいいよ。ボケたんだよ、俺なりに。イケメンの空に言われると嬉しい。イチャつくな、お前ら。あ、空、私、さっきはちょっとカッとなってたかもって。あ、お兄ちゃん？